カナリ第5試合ディープジュエルズアマチュア MMA ルールストロー級3分2ラウンドを行います。青コーナーキングジム神戸所属池本ひとみ、赤コーナー総合格闘技道場バースト所属神野あかり、レフリー島村慎二。ファイナルラウンド、はい、アウトリアでどんどん入る、どんどん自分から行くよ。
だけキープでいい、ハーフでもいい、ハーフでもいいからキープしとけ。まだいい、まだパスしなくていいからキープ。ブリッジが収まったら膝抜くよ。ボディ打ちながらでもいい、そう、肩固めもいけるよ。足戻してみ、右手腰押してみ、右手腰押してみ。19、赤陣内。ジャッジ福田、19-19、マスト判定、青池本。ジャッジ吉田、20-18、赤陣の。よってこの試合、2-1をもちまして、勝者赤コーナー、陣の明かり。勝ちました。陣の赤陣選手には、ナイスチーム様より勝利者メダル、そしてアミレット様より勝利賞が贈呈されます。ただの試合は2ラウンド判定2-1をもちまして、赤コーナー陣の赤木選手の勝利でございました。退場。